本日紹介するのはタレントの稲村亜美さん1996年生まれ東京都出身稲村亜美さんは小学1年生から兄2人の影響で野球を始めました父親が身長1 9 0センチの長身ということもあってか稲村亜美さんも小学6年生の時にはすでに1 6 8センチあったようで将来の夢はプロ野球選手と考えていたこともあったようですよ中学ではシニアリーグに入りますが 40人ほどのメンバーの中で女性は稲村亜美さん一人だったそうですそんな中で一日3 0キロもの走り込みをするなど一人努力を重ねてきましたが徐々に男女で身体能力に差が生まれ休速など能力面で追い抜かれてしまうようになっていきます当時は今ほど女子野球も盛んではなかったこともあり稲村亜美さんは中学卒業とともに野球をやめる決心をしました高校進学後の1年の夏池袋を歩いている時に芸能事務所にスカウトされ 2012年の16歳の時に舞台「パラダイス・ロスト」で女優デビューを果たします2013年に「フライデー」で発表された「ミス・ ID2014」では見事準グランプリを受賞し同級生のものを金属バットのように硬くさせました2014年3月には高校を卒業し同年4月には国士館大学に進学国士館大学の生徒を紹介する国士館人図鑑に名村亜美さんも紹介されていますがその中で特技は9年間やっていた野球と 銀の皮剥きと回答しています居酒屋で2ヶ月アルバイトをした時に銀杏の皮むきを頼まれて上達したそうですができればローションでぬるぬるにした銀杏を触ってほしいものですよねそして2015年にトヨタ自動車の CM で披露した OL 風のスーツでの美しいスイングが大変話題となり紙スイングで一躍時の人として注目されることになりました以降稲村亜美さんはテレビなどで大活躍を見せますが動画が長くなってしまったため 今回の動画が好評であれば続編を見たいという方は是非コメント欄で教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優モデルアイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。